みなさん、こんにちは。チャオチャオ、響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当は遠野ひかると、はい、つむぎりさん。ごめん、刺したね、爪。そうなのよ、強いの今の私の爪割れてて。つむぎりさんのたのつむです。本日のたのつむの対決はボーリング対決です。ここはなんだい、ここはね、池袋。なんでなかったの、どこの人よ。池袋にあるハイパーレンさんにお願いします。ハイパーレンさん、よろしくお願いします。 Thank you very much。 ここをちょっとばかりに喋っていくスタイル。はい、さあ、はい、これから普通にボーリングをやっていきまして、スコアで対決しまーす。しかし3フレーム目、6フレーム目、9フレーム目の3の倍数の時だけはくじを引いて、はい、その指令に従わなければならない。普通じゃないや、全然、ね、さあ何が入っているんだろうね、うん、開けてびっくりお楽しみ。それでは早速やっていきましょう。さあ、それでは先行ジョーヌからやっていきましょう。いけいけ、どんどん。完璧に言うと下手なんだよね。いくよ。下手ですね。否定はしない。でも本番強いタイプかもよ。ほら、本番強いタイプじゃん。あら、すごい、一番受けてる。最高記録出たよ。こけないでね、もう言わないで、ねね、バラしていく。もうこ本番こけなければいいと思ったのにさ。いや、みんなに見てほしかったな。いいよ、いいよ、いくよ。はい、どうぞ。もうへっぺり腰。リサちゃん1投目。あ、やばい、嘘でしょ。イエーイ。言っとくけどね、 G の数リサと私一緒だったからね、レジの時。今日滑るからもらわせる。レディゴー。あ、嘘、本当に信じられないんだけど。何何が起こったの。なんで攻められてるの。何が起こったの。何が起こってるの。何が起こってるの。こっちこっちこっち。おー、いけるよ。あ、いいんじゃない。あー、さあ、やってまいりました。なんだ、3フレーム目。3フレーム、あ、理解をした、紬。わー、これだ。そうなのよ、これちょっと持ってきちゃった、重たいわ。よいしょ、よし。なるほどね、こういうことね。利き手と逆で投げる。なるほどね。これはさ、どうなんだろう。なるほんね。なるほんね。なるほんね。両手で投げる。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ね、ね、すんごいよ。後ろから見たらダサさったらないからね、姿勢の。痛い。これどうしたらいいの。わかんない。投げるんだ。行くぞ。さて、遠野選手、ここまで不調でございますが、いかがなものでございましょうか。さあ、ダサいポーズをとって、いや、違う。左手で持つ。いや、間から持っていきたい。はい。場所はいいじゃん。力が弱。両手投げのつむぎさんです。両手投げのつむぎさん。つむぎと言ったら両手投げ。どういうこっちゃねん。ゲってなんじゃ。あ、よくない。あ、いいんじゃない。よくない。でもいいんじゃない。うまいよ。うまいよ。なんで平常になってんの。待って、ちょっと待って。だってさ、料理でも負けてさ、運動でも負けたら私何で勝てるの。そんな余裕はないんだ私に今。早くも6フレーム目でございますよ。近い、はい、アンダーさん、アンダーさんのやつ聞きますよ。はい、よっこらしょ。あ、いいよ、持っとき。何や、持った、持った、私が持つな。5回回ってねえ、本当に罰ゲームのやつ。ここな、超面白いんだけど。マジか。
れ。5回もなんかめっちゃ長いよ。何これ、はい、相手の分を投げる。相手の分を投げるガーターだった場合は自分の逆の番もガーターにされる。とりあえずリサちゃんに今回投げてもらって、うん、わしは次の回で5回も投げて。ごめんね、これが大人の世界なの。リサちゃん許して。リサちゃんそんな可愛い顔したって無理なの。やめ、やめなさい。性格悪いやつだって。やめてもいいの。いいんだよ。嫌いはよ、まったくよ。逆になったら絶対同じことすっかんで。次引いてやる、ちくしょう。せーの、数えてね。せーの、あっちが最初ね。うん、せーの、いち、ひー、あ、やばい。よーやばいよ、さあ行くんだ。いけー。はい、せーの、いち、2,3,4,5、いけー。いやっ、あたった。わーやだー。あたった。うまい、うまいよ、うまいよ。やったー、やったー。これぞ真の実力。リサのそれ、うん、次。全然いいわ。早口言葉を言いながら投げる。一番重いボールで投げる。こちら、こちら16。16ですよ。16。16さっき使ってたのが10。あれ10だっけな。確かそのもん。やばない、やばバンヌ。ほい、すごい音。ごめんなさい、なんかごめんなさい、なんか床壊れそう。いけ。おー、強いじゃん、いいじゃん。あはは、ガタだねこれ。どこしょ。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのだ。わかった、よし、いきます。せーの、隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたのです。これストライクいったらすごくない？いけ、行こうね。あー、やったー。あ、90だって。記念受験みたいなもんだね。記念受験します。わお、やったじゃん、やったじゃん。今かいな、今かいな。そっか、ラストの追い上げってことだね。そうよ、そういうことだな。 Here we go。 あ、ラストの追い上げ終わったね。それでは結果発表に参りましょう。はい、正々堂々戦いました。そうだね、お前の成長を2人とも見せました。頑張りました。そうだね、結果やばどうなん。90。やばい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 。73。え、人生で一番低いかもしれない。ということで、どうも無勝利。負けてもうたかな。安定のトーマの勝利だったわ。本当だよ、いつになったら勝てるの。私はね、でもさ、でもさ、うん、時間はあるんだ。時間はあるんです。あと1試合してください。あ、じゃあ可愛くお願いしてください。なんでなんで。どのご注文が入っておりますので。可愛くて何。カメラに向かって可愛く応援したいですというものを心のままに言ってきて。可愛くて何。やんないよ2戦目。もう一回私と勝負してください。もう一回私と勝負しなさいよ。なんで俺と勝負してくれねえんだよ。お願い勝負して、ママお願い。私と勝負しなさい。いいでしょ。可
可愛くってなんだろう。私も迷走してきた。お願い。いいよじゃあ。じゃあしょうがないから2戦目しよう。でもね、時間があるって言ってもまあ、できて5フレームまでかなというところでございます。でもいいよ、頑張る。じゃあ2戦目イエーイ、いきまーす。イエーイ。でも聞いてよ。はい。なのに小石さん、2戦目勝ったら、さっき頑張ってよかった。ちょっと心折れそうだったんだよね。あ、じゃあこれに勝っちゃう。これに勝っちゃえば、これにさ、勝ちさえすればさ、本日勝利になれるってこと？どういうことみたいな。ポポポポポポ、やった。そうやって嫌な女になるからダメなんだよ。嫌な女って言われるよ。性格悪くない。なん、性格悪くない。ということで、そんな感じでやっていきますよ。はい、5フレーム目まででレッツ勝負。さあ、今度からかな。うん。さて、はい、みえちゃん1回目のくじ引きだ。はい、3回引くからね。1、3、5でございます。1回目、はい、ラララ。セーフ。そのまま投げてよし。そんなのあんの聞いてないんだけど。神様が微笑んだ。そや、あ、やばい。余裕はないんだった。私払うのスペア、声上達してる。急成長がすごい。え、いいじゃん。後ろに隠れてるのか多分。あ、お、あー、これ、はい、出た。相手の分を投げる。ガーターだった場合は自分の逆の分もガーターにさせられる。出た。嬉しそうにする。嬉しそうにする。ねえ、そう投げてよし。なんやねん。さっきどうやったの？どうやったら端っこに行った？好き。ありがとう。好き。ありがとう。大チキ。チキチキビーム。あ、普通に失敗した。ガーターガーターになったら光るもガーターになるってことか。そうだよ。お、めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。ありがとう。ラスト、ラブレム目、リサちゃんが引くやつだよ。はい、はい、最後のお題は、うん、なんかいろいろ用意してくれたから全部コンプリートしたよね。一番軽いボールで投げる、すなわち子供用ってことか。6。どう？あ、あ、どう？いいじゃん。あー、惜しい。まあまあまあ、いいのではないでしょうか。合格点です。次、子供用のボールでいきます。あ、なんかカメちゃん持ってきた。カメちゃんボール6号、お子様専用って書かれてました。右に行っちゃうから左の方から投げるよね。すげーカメラさんに迫ってるけど。ごめんなさいね。いきます。頑張れ、ラスト。あれ、ということで、結果はどうだったんでしょうか。完璧しまーす。さあ、ということで、5フレームまで終わりました。1ゲームと5ゲーム。頑張りましたね。頑張ったね。頑張った。さあ、はい、結果。はい。当の51。半分で51だからね。いけるやつだよ。100超えるやつだよ。仕事じゃないですか。この後やろうかな。この後やってみようかな。さあ、りさちゃんは16。まるだからすごい。16。なんで大切なこと繰り返しましたか。大切なとこ聞いてくれてなかったから。ということで、今日も平和にどうぞどうぞ。なこんなで、そんなで、どんなよ。そんなで、こんなで、最後に私たちからまたまたお一つお知らせがございます。来たる11月24日の土曜日にカルッツ川崎さんにて響きファン感謝祭を開催いたします。イエイ。よっ、感謝祭。響きの女性声優さんがね、全員大集合するっていうね。こんな機会めったにない。行くっきゃない。来るっきゃない。
あっけない。このチャンネルでは響の所属でゆかさんとかなんとかね動画を上げて楽しくなってるからいっぱい見てください。そしてチャンネル登録高評価をしてくれたら嬉しいです。グッポーグッポー、よろしくお願いします。チェケ、はい、さて今日の担当は遠野ひかると、はい、つむぎりさのどのつむでした。バイバイ。